旦那の実家が自営業。義父母が他界した後、義兄夫婦が引き継いだが、義父の人柄と信用で持ってたような会社だったこともあり、義兄が継いでからは、経営が少しずつ厳しくなっていき、今では、ほとんど自転車操業の状態だ。亡くなって相続の時には、会社を回していくために、夫はほとんど相続を受けなかった。現金に換算すれば、義兄5000万に対して、夫500万ぐらい。それとは別に、自宅は社屋兼用だったので、すべて義兄名義にした。私も夫も、会社には全く関わっていないし、そもそも、私には、関係のない話だし。夫が納得してるなら、私は、特に思うことはなかった。だけど、ここ数年、本当に経営が厳しいらしくて、夫に、借金の申し込みが何度かあった。最初のうちは、100万とか200万ぐらい。夫は相続したお金は、全く手をつけずに預金してあって、そこから、3ヶ月以内に必ず返してもらう。返してくれない場合は次はない。って条件で貸していたらしくて、ちゃんと期限内に返してくれていたが、しばらく経つと、また貸してくれって言ってきての繰り返し。それが、昨年春に貸した200万が、まだ返せてもらってない。なのに、その後追加で、借金の申し込みがあって、約束だから一切貸していない。途端に義兄嫁さんから、私に、借金の申し込みが始まった。泣き落としみたいな口調で、お願いだから貸してちょうだいと。時には、私の実親に頼めないかとか言われる。もちろん断り続けてる。本当は、言いたいことが山ほどあるけど、きっと言ってもわかんないだろうし、夫から、借金の申し込みがあったらこう言え。と、言われた通りの言葉を繰り返すだけ。夫から、この件に関わらないように釘を刺されているから、と。だけど、心の中じゃ毒づきまくってる。そんなに厳しいのなら、誰かに支援や借金を求める前に、まずは、自分たちの生活から、売れるものを売ればいいじゃない。高級な車を、夫婦で1台ずつ乗り回して、義父が、羽振りのいい時に買ったキャンピングカーも、ガレージに眠ってる。大画面テレビでゲームしてる息子から、せめて、テレビは取り上げてもいいんじゃないの？うちの夫は、義父が羽振りが良かった時だって、学費以外は、何の恩恵も受けてない。結婚披露宴だって、長男夫婦とは、格段の差があった。ハネムーンだって、長男は親が丸抱えだったけど、夫は自費だったし。義父母は完全なる長男卿だったので。それでも、相続の不公平も受け入れたし、これまでも協力はした。約束を破ったのはそっち。それでもお金を貸してほしいって言うなら、まず、自分たちが売れるものは売って、お金を作って、それでも足りなかったら行ってこいって話だと思うけど。って本当は言ってあげたいんだ。って夫に言ったら、次に行ってきたら行ってもいい。って言われた。夫も、次行ってきたら、貸した200万はあげるから、もう連絡してくんな。っていうことにしてるそうだ。